勝目を阪神から関東で挙げている川口。広島は立ち上がり堅い守りが乱れます。阪神は1回2アウト3塁1塁と先制のチャンス。バッターは5番八木。難しい低めのインコースストレート、三塁線を破るタイムリーツーベースヒット。悪送球もあって阪神2対0と先制します。阪神の先発は早くも4勝を挙げている中込。中込は4回まで毎回ランナーを背負うピンチを迎えますが、バックに支えられます。守りの野球を目指す阪神、広島のお株を奪う好プレーで得点を許しません。試合は投手戦となり、阪神は6回ワンアウト1塁2塁でピンチヒッター真由美、フォークを打たされダブルプレー。川口に抑えられ阪神追加点を挙げることができません。広島は7回今日初の連続ヒット、ノーアウト3塁1塁の反撃のチャンス。ここで中村監督、ルーキー弓永に変えます。3番野村、センターへ犠牲フライ、三塁から正田帰って2対1と広島1点差に詰め寄ります。これに対して阪神は8回2アウトで再び八木、ピッチャーは5人目紀藤、ライトを深々と破るツーベースヒット。続く岡田を歩かせルーキー久慈と勝負します。ストレートに絞っていたという久慈は高めの速球を捉えます。右中間を破るタイムリースリーベースヒット。2人かえって4対1と阪神試合を決めます。先行逃げ切りが勝ちパターンの阪神は8回から抑えの切り札田村を送り、広島打線を2安打に抑えて阪神が4対1で勝ちました。今日勝てば7年ぶりに単独首位に立つ阪神。阪神の勢いを止め再び突き放したい広島。スタンドは5万4000人で埋まりました。広島の先発は今シーズンの1勝を阪神から挙げている川端。阪神は1回先頭の和田、続く亀山の連続ヒット、ノーアウト3塁1塁で3番パチョレック。昨日5試合ぶりにヒットが出て楽になったというパチョレックはストレートを風に乗せて左中間スタンドへ。5号スリーランホームランで阪神3対0と先制します。さらに阪神は3回にも3点を追加し6対0と大きくリードします。阪神の先発は湯船、3回まで1安打に抑える好投を見せますが4回から突然崩れます。4番ブラウン、山崎隆三に連続ヒット。続く尾形はツーナッシングと追い込まれてから高めのストレートをマシンで捉えます。満員のレフトスタンドへ。続く山田、山田に打たれるとは思わなかったという高めのストレートをセンターバックスクリーンへ。1号ソロホームラン。広島はこの回打者一巡の猛攻で一挙に6点を挙げ6対6の同点に追いつきます。追加点の欲しい阪神は5回ワンアウト1塁で4番オマリー。この回から変わった4人目長富の144キロストレート、レフトオーバーのツーベースヒット。1塁からパチョレックホームへ突っ込みます。阪神7対6と再びリードしますが、このクロスプレーをめぐってあわやという場面になりました。広島は6回に1点を返し7対7と振り出しにして8回フォアボールで2アウト満塁。バッターは16年目の山崎隆三。阪神のピッチャーは5人目の野田。初めて仕事をした感じという打球はセンター前へ、タイムリーヒット。2人かえって逆転。さらに1点を加え10対7とリードを広げます。この後長富は阪神打線を無得点に抑えて広島が10対7で4時間20分に及ぶ乱戦をものにしました。唯一ドラゴンズには2勝3敗と負け越しているタイガース。中村監督必勝を期して好調中田をマウンドに送ります。しかし2回落合に捕まります。落合は中田の初球をうまく運びました。第7号ソロホームラン。ドラゴンズが1点を先制します。
方ドラゴンズの先発は復活勝利へこれが5度目のチャレンジとなる西本。しかし3回パチョレックに完璧に打たれます。これが第6号ソロホームランとなりタイガースが1対1の同点とします。そして同点のまま迎えた6回ドラゴンズは種田のツーベースを口火にワンアウトフルベースと勝ち越しのチャンスを迎えます。ここでバッターは前原。高木監督が出したサインはなんとスクイズでしたが結果はピッチャーフライとなりダブルプレー。最悪のシナリオで西本を援護できません。こうなれば流れは変わります。続く7回西本は久慈に右中間を破るスリーベースヒットを許し、そしてピンチヒッター真弓にはセンターへ楽々と運ばれます。これが犠牲フライとなりタイガース2対1とついに勝ち越しです。そして最後は中田をリリーフした守護神田村がドラゴンズの反撃をしのぎ中田に5勝目をプレゼントしました。チームは今シーズン5勝を挙げている中込を中4日でマウンドに送りました。中日は3回2本のヒットでノーアウト1塁2塁として長嶋送ると見せかけてヒッティング、タイムリーツーベースとなって1点を先制します。なお3塁2塁で落合連続タイムリーツーベースで2人が帰ります。中日は4連打で3対0とリードしました。中日先発のアンダーソンは4回2アウト満塁のピンチを迎えます。今シーズン元気のない岡田、今日はストレート変化球ともにいいアンダーソンは岡田を打ち取ってピンチを切り抜けました。去年とは打って変わってチーム防御率 3.4 と投手陣がリーグ1安定している阪神。一方今月に入ってからは8勝2敗と勢いに乗り単独首位を狙うヤクルト。スタンドは5万4000人で満員になりました。ヤクルトの先発は去年おととしと勝ち星から見放されていた伊藤。阪神は1回ワンアウトで2番亀山がセンター前にヒット。続くパチョレックセンター前への連続ヒットでワンアウト1塁2塁先制のチャンス。4番オマリショートゴロでダブルプレー。伊藤ピンチを切り抜けます。阪神の先発は開幕投手ながら3敗でまだ勝ち星のない葛西。葛西は3回までノーヒットに抑える好投を見せますが4回4番広沢に捕まります。インサイド気味の甘い球を左中間スタンド。広沢の8試合ぶりの6号ソロホームランでヤクルトが先制します。試合は投手戦のまま両チームこの後得点することができません。16日ぶりにマウンドに立った葛西はヤクルト打線を4安打に抑えましたが今日も打線の援護に恵まれませんでした。明日が亡くなった母親の3回目の命日というヤクルトの伊藤は低めを丁寧について阪神打線を3発5安打に抑える好投でシャットアウト。ヤクルトが1対0で勝ち伊藤は2年10ヶ月ぶりに完封で嬉しい勝ち星を挙げました。の猪俣、今日の猪俣は立ち上がりコントロールに苦しみ1回ヒットと連続フォアボールでワンアウト満塁。5番池山、三遊間を破るタイムリーヒット。1人かえってなおも2アウト満塁でピンチヒッター橋上。2アウト追い込まれながら4球目のカーブ二遊間を破ります。ヤクルト2対0と先制します。ヤクルトの先発は負けなし3勝の高津。阪神は2回6番ルーキー久慈が初球をコンパクトに捉えます。右中間を深々と破るスリーベースヒット。続く山田フォアボールでワンアウト1塁3塁阪神反撃のチャンス。ピッチャーの猪俣スクイズを外され3塁から飛び出した久慈が挟まれます。阪神はまずいプレーでチャンスを潰します。ヤクルトはこの後3点を追加5対0と高津が8回まで阪神打線を無得点に抑えます。9回2アウト1塁あと1人でヤクルトにとって41年ぶりの3試合連続完封勝ちですが9時にタイムリースリーベースヒット。続く金森にも打たれ2点を返されます。
ヤクルトは完封勝ちを逃したものの5対2で勝ち、セントラルリーグ20勝一番乗りを果たしました。